アメリカのでは資本主義っていうのはもともとこんなもんだったのかという話をしたいんでロックフェラーセンターっていうアメリカのまあど真ん中だよねロックフェラージュニアが1927年だったかなに、えー、建て始めたロックフェラーセンターという巨大なねビルのビル群があるんですで正面玄関にこんな壁画があるんだけどもこれね何の壁画かわかるかな巨大な人間がでっかい木みたいなものを持ってるじゃん で、その周りに小さい人間があるよね。これ何かというと、天を支えるアトラスなんだ。つまり巨人。巨人が天を支えていて、その天を支えてる橋桁というか、針みたいなもの、柱を持っているんだで。その周りを人間たちが支えてるというふうな構図になっていると。この壁画が天井の方に行ったらどういう構図になるのかっていうと、 この支えている天井の木がですね、上の方にまで渦を巻いて、えー、雲の繋がってて、その周りを戦闘機や飛行機が、えー、ぐる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 回ってるという、こういうふうな絵になってるんだ。で、これはね、あの、アトラスというふうに呼ぶんだけども、えー、天を支える巨人。ギリシャ神話で、あの、天というのはアトラスが支えていると。で、私たちが生きているのはなんでかっていうと、巨人のアトラスが 空を落ちてててこないように支えてくれてるからだだ。いうのが、ギリシャ神話にあるんだでそれを今のアメリカに置き換えるとどういうふうなことになるのかっていうとアメリカの栄光というのは1931年ぐらいのいわゆる航空機産業がどんどん伸びていった時代にこれからアメリカが制空権になって世界中を支えなきゃいけないこのアトラスっていうのは世界を支えるアメリカなんだよでそのパワーっていうのは航空機などアメリカの先端の工業やなんだろう科学技術で えー、担われてていいるというふうに考えてるで、周りにいる小さい人間たち、えー。小さい人間たちってのは何かっていうと、実はこれね、人間なんだよね。あの、労働者なんだよ。つまり、大資本家がアトラスとして、えー、金持ちたちがアトラスとして世界を支えるから、労働者はその金持ち資本家を支えてくれっていう祈りがこもってんだ。ロックフェラー・ジュニアは、アメリカ、 生まれの大富豪としてさ、なんかものすごい数の事前事業をやった人なんだけど、アメリカ人で事前事業をやる人多いよね。例えばビル・ゲイツとかも、今や財産の8割ぐらい事前事業に投入してるんだよ。なんでこういうふうなことをや,やるのかっていうと、金持ちになった人間っていうのは必ずその富というのを社会に還元しなければならない。それが資本主義っていうのを善、正しい、いいことだというふうに肯定することだと。1930年代ぐらいのアメリカっていうのはさ、 その当時ぐらいから社会主義のロシアっていうのが脅威になってきて、で、本当に正しい社会システムというのは共産主義なのか、それとも資本主義なのかっていう道徳的な対立が現れてたんだ。で、アインランドっていうさ、なんか作家がいて、もうね、嫌になるぐらい分厚いよ、これ。<laughs> 6000円だよ。キンドルで売ってねえのよ、この。六 <laughs> 千。肩をすくめるアトラスっていうのがあってさ、これ、ここ見たらわかるかな <laughs> あの「聖書」に次いでアメリカ人が人生で最も影響を受けた本というふうに言ったっていうふうに言ってるんだけどもあのねあのー、本当にアメリカで超ベストセラーでで本を読める人つまりアメリカの知識人のバイブルとも言われている SF 小説なんだよこれが。で近未来のアメリカは <laughs>、えー、半分社会主義みたいなものの流れを受けていてでおかげでアメリカの だろう金持ちたちがどん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 、えー、共産主義や社会主義の波を受けて、えー、仕事がやりにくくなってくると。で結果的にじゃあ,あのアメリカの富豪資本家たち誇りを持って天を支えていたアトラスたちが もういいやって言って肩をすくめ出した。そうすると世界がゆっくりと滅亡に向かっていくっていうね。ディストピア小説。あいわゆる暗い社会の小説なんだけどさ。もうこんな分厚いんだけどもさ。大体アメリカのなんか賢いやつって全員これ読んでんだよね <laughs>。日本人さ、この本のタイトルすら聞いたことがないやつがほとんどなんだけども。アメリカ人の頭のいいやつってほぼ全員この本読んでて、かなりこれの思想的な影響を受けてるんだよ。つまり、 思想的な影響というのは何かというと資本家というのは偉い。なんでかというと、一つ目、あの、ちゃんと成功したからだと。貧乏から身をなした人もいるし、親の遺産を受けた人もいるんだけども、そういうふうなところから身をなして、ちゃんとこの世界を支えるアトラスの役割をしているから。同時に、自分たちが十分富を蓄えた後は、そのアトラスたちは人民たちを助け、で、同時に労働者たちはそのアトラスを助けるという、そういうなんか道徳的なフィードバックが働いている。 これが共産主義によって貧しい人間怠惰な人間にも同じように頑張ってるんだけど貧乏そうじゃなくて怠けてるから貧乏なやつにも同じような食をあのなんだろう飯を与えよう娯楽を与えようとするソビエトの社会主義共産主義に対してアメリカのなんだろうな慈善活動というのはどんなに人間的でそしてどんなに能動的であるのかっていうのがこのアインランドの考え方なんです。 これがあるので、アメリカ人は社会的な成功者に対して基本的に尊敬するんだよね。で、尊敬された奴らの大部分はちゃんと慈善活動というのをやると。中にはそんなのを全くやらずに自分だけで富を独占しようとする奴もいるんだけども、それは割と少,あの少数派であってっていうのがアメリカのその、なんだろうな、いい意味での資本主義っていうのはいいもんだ。資本主義っていうのは善であるという考え方なんだよね。でも、 ボルマートの経営者たちってさ話戻るけどもつまり資本主義っていうのは道徳的に正しいっていうそのアインランドが行った時代1955年ぐらいの小説なんだけどそれがもうね成立しなくなっているんだよね。